こんにちは、本ン・ソヒョです。はい、写真を何枚かお見せします。この写真の中の見るからに頼もしい子。誰でしょうか。何か将来の夢がスピードを楽しむカーレーサーのような子。今度は手榴弾まで持っていますね。何か後で軍人になりそうな将軍のような顔をした子供。誰でしょうか。 <laughs> そういういいに見えますかははい、写真の中の中人物は私です私は幼い頃ママごとよりおもちゃの車に乗ったり人形よりも写真のように手に手榴弾を握って女の子というより男の子のように育ってきたと思いますそれに合わせて両親は将来 警警察察大学学にに進しして警察官になることを望んでいました私は両親の言うことをよく聞く子供だったので両親の願う警察大学に行くことを私の夢として小学校中学校ととても一生懸命勉強しましたしかし高校の時悟りましたああ警察大学は勉強が相当できないといけないんだと。 それで私は警察大学へ進学する夢を諦め特別な夢もなく成績に応じた大学に進学することにしました。するとその時父からもう一度言われました「ソヒョん警察大学に行くのは諦めても警察公務員の試験を受けてみるのはどうかと」 私も冷静に考えてみました安定しているし年金ももらえるし警察公務員は悪くないと思いましたそれで私はすぐに警察公務員の試験の準備を始めました本当に一生懸命しました朝6時に起きて往復3時間かかる塾まで毎日毎日土日も通いました塾の授業が終わっても家に帰るのではなく読書室に行って夜の12時まで勉強しました もしこのように1年間続けることができていたら私は間違いなく警察公務員に慣れていたでしょうところが残念なことに私の根気は1ヶ月しか持ちませんでした残念ですその時母がアトミ事業をしていましたが私に毎日話すのですソヒョン勉強はやめなさい勉強は勉強が楽しい人がするものよお前はお母さんと一緒にアトミをしよう 当時私は母はもともと数学の家庭教師だったんですだから私が数学のテストで一つでも間違えると本人の私は何とも思っていないのに母は一人でストレスを受けて腸炎を引き起こすほどでしたそんな母がどうしてあんなに変わったのかなと思いながらアトミに対する謎が生まれ始めましたこうしてアトミについて調べることにしました アトミと警察公務員を比べてみました年金約20万円を警察公務員となって得るためにはまず34対1という高い競争率の試験に合格しなければなりませんところが先ほど話したように私の根気は1ヶ月ちょっと難しそうだ さらにこれで終わりではなく試験にパスしたら30年間勤め上げなければ年金の20万円を受け取る資格が得られませんところがアトミを見ると最初はなかなか早くお金にならないという短所はありますが30年よりは短い期間で年金に似た20万円の収入が得られると感じ 時間が経てばもしかしたら20万円よよりももずっっとと多くの収入が得られれるかもしなないと思うようになったんですそれで悩んだ末に30年間自分の人生を捧げて働かなければならない公務員ではなく本当に短い30年の5分の1ぐらいの短い期間一生懸命働いて自分の若い時期を楽しめるアトミを選択したんですそしてもう一つ。 アトミを選択した重要な理由がありますその当時母はアトミ事業を始めて6年くらいでしたが普通会社で6年くらい働けばだいたい係長ぐらいにはなれるそうですところが母がアトミを6年間した結果は月になんと約180万円という収入でした <laughs> その時の私の気分はこの写真と同じでした これは何だすごい半端ない行こうアトミへ行こうこの気持ちが私の気持ちでしたしかし私はそれまで根気をもって何かをやりきったことがありませんでしたそれで今回は強く決心しましたどんなことがあってもアトミをやりきるそれで私は大学も辞めて公務員試験も諦めアトミ事業を始めたんです 事業を始めて2年半ぐらい経った頃にアトミで約20万円程度の収入が得られるようになっていましたそれよりもっと嬉しかったことはこの20万円という収入がこれで終わりではなく時間が経てば経つほど増えていく収入なのでこれから1年後2年後が楽しみになるほど自分の仕事に満足感が得られたということなんです。 私の周りの友達を見てみると現在の会社では将来が期待できない将来に対する希望がないということから転職の準備をしながらストレスを受けている友達が多かったんです少し前にこのような記事を読みました90%以上が密かに転職準備中また会社に勤めている方は共感できるか よく聞いてみてくださいサラリーマンの一番大きな夢は会社を辞めることだ共感できますよねいざ会社を辞めて何をするのかというと自営業やお店をする人が多いそうですしかし私は子どもの頃から父が刺身店を経営するのを見て育ちましたですから自営業がどんなに難しいことなのかよく知っています 本当に週末も祝日も盆も正月もなく、一日も休みなく一生懸命働いても、よく言う人気グルメ店になるのは本当に大変なことなんです。そしてこのような資料もあります。韓国で自営業の10件のうち9件が廃業するそうです。今この時代に自営業をするのはかなり厳しい時代です。だから、 私は今日皆さんに私がこのように満足感を持って働いているアトミという会社がそして母にこのように大きな所得をもたらしてくれたアトミという会社について少し紹介させていただきたいと思いますさて皆さんアトミという会社はどんな会社だと思いますか流通会社かなりレベルの高い方ですね他にはどうですか マルチ商法かなり現象的ですねあ,あ、見たことも聞いたこともない仕事こう思われてる方もいらっしゃると思いますアトミという会社は生活に必要な必需品を流通する流通会社ですまだ結婚されていない20代30代の方はよく知らないかもしれませんが意外と多くの方がアトミの製品を使っています そしてアトミという会社は現在国内の業界の中で年商が第2位の会社です国内企業としては年商第1位の会社です2009年創業以来これまで10年間一度も停滞することなく毎年売上を伸ばしている会社なんですこのように売り上げを伸ばし続け昨年はグローバル統合売上が約1240億円を記録しました この約1,240億円という数字がどれだけ大きな売り上げなのか実感できるように同じぐらいのの売上のある会社を調べてみましたスターバックスといえば韓国の全国民が一度は行ったことがあるというほどとても有名なコーヒーのチェーン店ですよねこのスターバックスがアトミと同じ程度の売り上げを上げている会社なんです メイーギョ業、ナミャンニュウソウル牛乳のような名前だけ聞いてもわかる企業がアトミと似たような売り上げの会社なんですアトミの売り上げがどれだけ大きいか実感できましたかはいしかしこのアトミという会社は韓国だけではなく海外にも進出していますアメリカ日本カナダなどの先進国さらにフィリピンマレーシアインドネシアなどの東南アジア 今後ヨーロッパ進出の共闘部分になるロシア韓国を含めて14カ国に進出しているんですこのように成長し続けているので今年度の貿易の日にアトミが1億ドル輸出の党の受賞を予想していますこの輸出の党は大統領がくださる賞で1億ドルということに大きな意味があります この貿易の日が制定された理由は1988年度に韓国の全体輸出額が1億ドルを超えた日を貿易の日として制定されたそうですところがこのアトミという会社が1988年度の韓国全体の輸出額と同様の額を1年間で達成したんですええアトミという会社がこのように海外に進出しているので。 外国人の知り合いが1人もいなかった私もこのようにインドネシアで仕事兼旅行で楽しく授業をしていますがあとみを始める前は実は海外に一度も行ったことがありませんでしたところがアトミが海外に進出しているという理由でアトミをしながら8カ国の国を訪問するという本当にいい経験もしているんですそして先日 アメリカの直接販売の専門マガジンのダイレクトセリングニュースでグローバルトップ100社を選定したそうですしかしアトミが10年で一気に20位に入りました特に驚くべきことは20位以上に入った会社は創業から平均して50年を超える企業なんですところがアトミはたった10年で20位圏に入ったんです アトミが創業してから50年経ったら果たして何位になっているでしょうかそうですねこれは今後アトミという会社が進出を計画している国家です人口が本当に多いインドや中国も予定していますアトミがヨーロッパ市場にも行きます イギリス、ドイツフランス海外に市場を拡大した時のアトミの順位は再び急上昇すすると思います少し前に経済雑誌の「フォーブス」誌にパク・ハンギル会長のインタビュー記事が載ったんですがパク・ハンギル会長がそこで何と言ったかというとアトミの究極的な目標は世界第1位であると話しました。 とても誇らしいですよねだから私はアトミの製品について話す時誰かに負担を与えるという感じより面白い映画を見て友達に紹介してあげる感じおいしいお店に行って食事して友達にそのお店を紹介してあげるそんな感じに気楽に話していますしかしいい製品をアトミが流通させるためには製品を納品している合力会社の絶対的なサポートが必要です アトミがこのように絶対的なサポートを得られたのは合力会社にパワハラをするのではなく同伴成長をするために多くの努力をしているからですこの同伴成長という部分はアトミの会社紹介をする時プライドを持って話す部分です実際の例を挙げてみますと あアトミの本社にサバを納品するパダマウルという会社がありますがサバが一番おいしい時期が9月から10月ノルウェー産のサバが一番おいしいそうですだからこのパダマウルは1年間販売するサバをその時一度に仕入れなければなりませんがその仕入れ資金が十分ではありませんでしたするとアトミという会社はその話を聞いて毎年1億から1億5,000万円にもなる仕入れ資金を融資しています そしてこの記事の最後の方にこのような話が出てきますアトミは納品後1週間以内に間違いなく代金を現金決済する最初だけそうで後からは遅くなるだろうと思っていたら7年間一度も約束を破ったことがないアトミの決済システムを導入すれば中小企業の発展と同伴成長の近道になるでしょうと下の方に内容が出てきます 次の会社はですね、アトにラーメンを納品しているセロム食品という会社です。一時、かなり長期間カップラーメンが品切れになったことがありました。このカップラーメンの生産ラインで火災が起こったからです。この時、やはりアトミは工場の復旧のための資金援助をし、復旧までの間、他の業者を探すのではなく、復旧まで何も心配しないでください。 復旧にだけ集中してください、アトミは待ちます、と言って復旧期間である1年程度待ちました。すると、復旧が終わったこのセロム食品は、価格はそのままでラーメンの内容を20%増やしました。本当にかっこよくありませんかここまで話を聞かれて、会社もいいし製品もいいと思いませんか しかしこう思う思思方もいいらっしゃると思います。全部いいが人脈のない自分が社会での経験が一度もない自分が口下手な自分がこのアトミ事業ができるだろうかと悩んでいる方がいらっしゃると思いますが私もやはりアトミを始める前に同じように悩みましたしかしアトミにはその悩みを一度に解決してくれるマーケティングプランがあるんです 私の場合母がすでにアトミ事業をしていたので紹介する家族すらいない本当に人脈のない状況でしたところが友達のお母さんが私とアトミ事業をすることになってから人脈のない私でしたが友達のお母さんの人脈で多くの消費者と事業者を作ることができたんですそれに私はそんなに話上手な方ではありません それにもかかわらず私と一緒に話し上手な人が授業するのでその方の授業が自然に私とつながって私の授業がその方の授業とともに大きくなっていますですから皆さんそのような悩みが生じても心配しなくてもいいんです私はアトミに出会うまで自ら夢を見たことがありませんでした 誰かがが決めた夢夢私の夢でしたしかしアトミに出会って私は自ら夢を見るようになって私の望みは何かを考えるようになりました今はこのように自分でしたいことが増えました時間の関係上一つだけお話しすると一番大きな写真が見えますよねこの一緒に写っている方が私のロールモデルです私の母です <laughs> 私の母ですがえ綺、ー、麗でしょ私は母に似ていますよね父に似ていると言わないでくださいはいこれが最後です歳月は肌のシワになるが夢を諦めることは魂のしわになるもしかしてここにアトミに出会う前の私のように 魂にシワができている方はいらっしゃいませんかこの言葉はマッカーサー将軍がよく読まれた青春という詩の一部です皆さん今日この時間を通じて皆さんの青春が取り戻せる時間になればと思います以上で終わりますありがとうございました